今日は愛は創造原理なぜということについて話してみたいと思います。愛が真理であるということを知らない人が非常に多いのでございますね。愛はそのままにして真理ですよと、そしてそのままにして実在ですよと、愛には始めがないし終わりがないし空間がないということをまず知るべきかと思いますね。愛はすべてのすべて、ありとあらゆるもの、愛の他には絶対に何もないと、すなわち神は愛であるということを知るべきかと思います。皆さん方はこの形を自分だと見てるけれども、大愛そのものが自分であるということをまず知るべきかと思います。愛がなければいかなるものも存在できないと、大愛がすべてを作り、大愛がすべての中に宿ってるんだと、そしてすべては大愛の中に存在して、大愛はすべてに存在してるんだと、で愛の他には何もないということを知るべきかと思いますね。なぜ愛が創造の原理であるかと言いますと、いつもの通り霊と水です。霊と水の調和がなければ物は存在できないということなんですね。霊は能動原理、水は受動原理、霊は天、天といえばその2つを含めて中性のことを通天と言いますけれども、そのこれは天の父、これは母なる大地、父母の愛でもって物は存在してるんだと、愛が全てを作り、愛が全ての中に宿ってるんだと、そうなりますと宇宙には大愛しかないんだということ、この愛が全ての創造の力であり創造の場であるということが言えるわけです。だから愛の他には何もない、大愛そのものが誰なんですか。自分ですね。全てです。で愛の他には何もないんだ、愛がすべてを作り、愛がすべての中にやるっているならば、愛の他に何かがあるんでしょうか。すべては愛ということになるんですね。だから愛は作り主なんです。万物の親なんですね。で、愛なくしては物は存在できない。エネルギーと質量の調和、すなわち大調和、大愛、大バランス。だからなぜ神は愛かと言いますと、このエネルギーと質量、これはプラスで、これはマイナス。のこの調和でもって存在ものは存在するわけです。だから愛というものには空間というのはない。あるんですか。見えるもの見えないものすべて愛なんです。空間があるんでしょうか。愛に、愛の存在しないところがありましょうでしょうか。全宇宙を、神の愛は全宇宙を包容し全宇宙に遍満しているんだと、色も空も愛であると、現れているもの、現れてないもの、すべて愛であると。だから、これが愛だ、あれが愛だとは言えないんだと。だから、愛をこれだ、あれだと言ってしまえば、愛を閉ざしてしまうと。愛については、論議してはならない。議論してはならない。そうすると、無限大の苦音常在の愛を閉ざしますよと。愛はすべてのすべて、ありてあらゆるものだということ。だから愛の他には絶対に何もないということなんですね。愛のみが独占しているんだと。愛のみが独占している。形があるんでしょうか。愛があるんでしょうか。形態はすべてこの大愛の結果としてあるわけです。愛はすべての原因です。大原因、大愛のことを大原因と言うんです。大原因のことを大原理と言うんです。大原理のことを大真理と言うんですね。すなわち宇宙真理です。真理と愛とは別なんですか。原理は同じですね。愛の原理しかないんです。その愛の法則、これは宇宙法則なんですね。エネルギーと質量の法則しかないんです。それが全てを支配しているわけです。その愛の原理でもって全ての万象万物は存在を保っているわけです。愛がなかったら物は存在しますしません。だからあなたのまつげ一本にも愛は宿ってますよと、存在してますよと。エネルギーと質量の調和がなかったら皆さんのまつげ一本存在しますしません。じゃあ愛は全てに宿ってませんか。あなたのつけてるお洋服もみんな愛ですね。鉱物、植物、動物、すべて愛ですね。だから形があると言ってはならないんですよ。何があるんでしょうか。